本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。倉庫精錬は染色加工技術を応用して様々な商品を提供している会社です。急騰した理由は分かりませんでした。2日連続のストップ高となりました。2月12日の決算で赤字縮小を発表してから株価が上昇しています。イグニスはスマホ向けアプリなどの企画開発をしている会社です。急騰した理由は非公開化を目指して株式公開買い付けを行うと3月5日に発表したからです。2日連続のストップ高となりました。3000円での TOB なのでそこまで上がります。渡部ウェディングは結婚式、特にリゾートでの挙式を提供している会社です。急騰した理由は、ZOZO の創業者である前澤氏が第8位の大株主になったと発表したからです。有名な資産家が投資をするだけで、株価に大きな影響がありますね。公用社は、印刷を主としたサービスを提供する会社です。急騰した理由は、非公開化を目指して株式公開買い付けを行うと発表したからです。イグニスと同じく非公開化を目指した TOB になります。会社の状態や戦略に応じて株式を公開するのか非公開にするのかはとても大事な判断になりますね。毎日その日にストップ高した株の紹介と簡単な解説をする活動をしています。もし今後も継続してほしい、また見たいということであればぜひチャンネル登録、いいねをお願いします。